どうもどうも、甘栗でーす。というわけで今回はですね、空からダイヤブロックがずーっと降ってきてしまう世界でマインクラフトをやっていこうかなと思います。まあ今はね、空を見ても何も降ってないんですけど、それはなぜかというとクリエイティブモードだからで、これがねサバイバルモードにしたらどうなるか。空からねダイヤブロックが降ってきて押しつぶされて死んでしまいます。というわけでね、このまま、あ、ちょっと待ってこのままぼーっとしてると殺されちゃうんで、常にねこう動き続けてないといけないよっていう、これありがた迷惑なデータパックになってます。まあ一見ね、あ、馬が埋まった、馬が埋まった、一見ね空からダイヤ降ってくるなんてチートだろうって思うかもしれないんですけど、ちょっとでもねこういう感じでつっかえちゃうと死んでしまうんで鬼畜なのかありがたいのかわからないっていう、どっちなのかわからないよっていうね、今回データパックを作ってみました。というわけで、危ない危ない、とりあえず一旦ね屋根のあるところに行こうか。屋根のあるところにいればダイヤが降ってきても大丈夫なんで、押しつぶされる心配はないんで、この状態でちょっとエンダードラゴンをね倒すってところまでやっていこうかなと思います。ただ木が必要だな。ちょっと大丈夫か、間に合うか、オッケー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 、木をね取りに行きましょうか。この木を取るときはここの下まで入っちゃえばダイヤの影響受けないんで、まあ上にはねダイヤどんどん積み上がっていくんですけど、ここにいる限り自分は押しつぶされるってことがないので、まあうまいことね木とかを利用しつつやっていけたらなと思います。オッケー、木のつるはしができたから、今度さっきの洞窟っぽいところに戻って石を手に入れたいんだけど、引っかかったら終わりだよ、引っかかったら終わり、アスレ力も試される。オッケー、ここまで来れば大丈夫。まあこのダイヤブロックね、他のブロックだったらただのお邪魔アイテムでしかないんだけど、やばい、行き止まりだ、ここやばいやばいやばい、あ、どうしようどうしよう、ここ掘れるかな、やばいやばいやばい、積んだこれもしかして、いやそんなことないよね、多くの木材を使って、ここだ、ここに多くの木材を置いて、よし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 、普通だったらね、他のブロックだったらこんなのデメリットでしかないんだけど、まあ幸い降ってきてるのがダイヤブロックっていうことで、鉄のピッケルさえ作れちゃえば、あとはもうダイヤが無限に使いたい放題っていうね、チートでもあるので、そこんところはまあ一長一短っていうか、まあうまく利用すればめちゃくちゃ有利に働くんじゃないかなと思います。というわけでね、とりあえず最初の目的は鉄ピッケルを作ることっていうことで、もうとりあえずね急いであそこになんかちょっと岩肌が見えたんで、そこの岩肌のところまで行ってみて、もしかしたら洞窟かもしれないので、洞窟かな、あ、洞窟っぽい、洞窟っぽいから、とりあえずここの中入ろう。オッケーオッケー、危ない危ない、怖いダイヤブロックに怯えたの初めてだわ。あ、石炭あるね。あ、なんかありそうありそう。鉄なら意外とそこら辺の地表にもあったりするから、そこまでね、深いところまで行かなくてもいいと思うんだよね。行き止まりか。いや、でもこの辺り絶対あるから、これもう直下掘りしちゃってもいいかもしれない。あった!鉄あった!オッケーオッケー、鉄を手に入れて、3つあればもうあとはいいんだよね。装備とかは全部ダイヤで作れるから、とりあえず3つ作ると。オッケー、鉄が8個も手に入った。それで、地上に戻りたいんだけど、これこのまま真上に掘っていくと、あそこにね、チラチラダイヤが見えるように、真上に掘ってくるとダイヤに踏みつぶされるんですよ。だからこう、斜めにね、階段掘りしていかないといけないっていう。ほんとね、ダイヤの挙動が怖すぎるよね。まあ、ただ、この鉄を持って無事地上まで上がることができれば、もうその時点でダイヤフル装備、ダイヤの剣っていうのが手に入るんで、めちゃめちゃ戦力は上がるよっていう感じで、あとはね、ダーマンをしばいて、エンダーアイを使って、エンド要塞を探すだけっていう感じなんで、意外とね、やることは少ない。そろそろ地上かな。オッケーオッケー、地上に来た、やばいやばい、ダイヤが出待ちしてる、ダイヤが出待ちしてる。ここに一旦ちょっと屋根を作って、で、ここを掘って、このダイヤ取ろう。このダイヤを鉄ピッケルを作って取って、あ、作業台がないのか。はあ、やばいやばいやばい。やばい。なんかダイヤが、あ、もう、ここに屋根作るでしょ、一回。一回屋根作って、で、ここの隣に今度屋根作る。よしよしよし。それで、あとはもう突っ走って木の下に行くまで。ただちょうどね、タイミング悪く、タイミング悪くゾンビが湧いてる夜に出てきちゃったってことで、もうゾンビに警戒しつつ、作業台を作って、大丈夫だよね。よしよし。で、これで、普通のサバイバル実況で例えたら一気にパートを3個分ぐらい進むよね。オッケーオッケー、あ、待て!嫌な音がする!絶対ここで死にたくないから、絶対ここで死にたくない!ゾンビにも気づかれたな。あ、だけど、ちょっと待って。できた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 、待って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 、危ない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 。オッケー、じゃあこれでこの鉄ピッケルを使うことによってダイヤブロックが回収できるから
これでもう一気に文明変わったよ。アスカ文明からね、明治時代ぐらいまで文明変わったよ。じゃあこれでダイヤモンドを作って36個も一気に手に入るからダイヤフルを作れると。ただね、気をつけなきゃいけないのが、このダイヤに潰されちゃうともう装備力とか一切関係なく即死なんですよ。だからダイヤにだけは絶対に潰されないようにしながらこれからもね進んでいかないといけないということで、まあ、せっかくだから斧とかも作っちゃうか。オッケーオッケー。そして、まあ、普段絶対使わないようなダイヤのクワとかもね作っちゃおうかな。でも木がもったいないかな。ダイヤのクワ作るのにさ、ダイヤがもったいないよりも木がもったいないっていう発想になっちゃうのがすごいよね。ダイヤのクワも作って絶対使わないけど、あとなんだ、ダイヤのシャベルも作って、オッケーオッケー。すげえ贅沢な格好になった。これサバイバル開始してから10分くらいでこの格好だからね。さらに遠出してエンダーマンをね倒しに行こっか。あっちの方にね砂漠があったんだよ。しかもさっきなんか一瞬さ、ほらピラミッド見える、ピラミッド、ピラミッド行ってみよう。これ水の中だとどうなるんだろう。あ、水の中だとダイヤがブロック化されないで消えるから水の中は安全なんだね。ただ待てよ、これ上がるとき大丈夫か、上がるとき大丈夫か、これやばい。水だと移動速度が遅くなるからこのまま上がったら死ぬ気がするんだけど、大丈夫か。あぶねえ、めっちゃギリギリだった今。水の中注意だな。そんで飯が食いたい。馬肉食えたらいいんだけどな。私馬刺しめちゃめちゃ好きなんだけど、マイクラじゃ馬は食べれないから、なんか食べ物探さないといけないよ。やばいやばい、待って、あぶねえ。ね、今何起こったか分かりましたか皆さん。今普通に走ってたんですけど、体力ゲージが減りすぎて走れなくなったんですよ。で、走れなくなったら多分ね、このダイヤモンドに追いつかれちゃうんですよね。だからとっさの判断で今天井を作りました。めっちゃ今の判断ナイスだったな。これ多分天井作ってなかったらダイヤに押しつぶされてた。危ない、どうしよう。あ、これでもいいんじゃない、こういう感じで落として掘り進めるみたいな、落として掘り進めるみたいな感じで屋根を作りながらねやってくみたいな感じのスタイルどうよ。砂漠って天井何もない、木とかがないから一番砂漠って危ないかもね、今回の縛り。やばいやばい、もう絶対これ今後ねマイクラで使わないと思うんだけど、謎の行動がうまくなった。皆さんもねこの動き覚えて帰ってください。この動き、もし空からダイヤブロックが降ってきて踏みつぶされそうで困ってるよっていう方がいたらね、この動き使ってみてください。2個、2個同時に行っちゃうみたいなね、2個行っちゃうみたいな、どうよ。あ、危ない危ない。これもしかして普通に行けるんじゃないの、こんなことしないでも。あ、行けたわ。走れなかったらダイヤブロックに追いつかれるかなって思ったけど普通に行けたわ。何やってたんだろう私。ここら辺でエンダーマンが出てくるの待機しましょうか。というわけで、まあ、さっき使ったテクニックと同じテクニックを使って、オッケー！あぶねえ。あ、ちょっと待てよ。開けた場所って言っても、勝手に、こうダイヤブロックが落ちてきちゃうから、開けた場所作ろうにも、結構屋根広めに作んないとダメだか。待って、最初からになった、最初からになったけど、ちょっと待って、ドロップ拾いに行けるかな？これドロップ拾いに行けなかったらめちゃめちゃ、もう本当に最初の方か。これさ、なんか、私が辿ってった道が全部わかるから、ドロップ拾うの楽すぎじゃない？絶対迷わないじゃん、こんなの。あ、あった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 。オッケーオッケー、いろいろある、いろいろある。食べ物が一番欲しいんだけど。よしよしよし！そこはもう危ないから、どうしよっかな。諦めてもいいかな。いや、拾いに行こう。拾いに行こう。ああああ！オッケー、戻ってきた。ああああ！なんだこの落とし穴。まあいいや、まあいいや。命に別状ないからいい。ああ！よし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 ！よし、全部手に入った、全部手に入った。いや、待てよ。鉄ピッケルは手に入ってなさそうだな。鉄ピッケルが一番欲しいアイテムなんだけど。やばい、やばい！一回でも止まると死ぬんで。あ、てか、鉄ピッケルじゃなくてもダイヤピッケルが手に入ってればいいのか。やばい、まずいな。
アイテム、拾ったアイテム確認したいんだけど、そんな時間を与えてくれない。よし、いいや。もうこれ手に入ってなかったら入ってなかったで仕方ないと思って、とりあえず一旦もう、ドロップ品拾うの諦めて中入ろっか。待って。ピッケルだけ見事に手に入ってないんだけど、鉄ピッケルとダイヤピッケルどっちも持ってたはずなのに、どっちも手に入ってないってことは、めちゃめちゃ運悪くない？思った以上に鬼畜だなぁ、この縛り。いや、正直、鉄ピッケル作るまでは大変だけど、鉄ピッケル作っちまえば、こっちのもんだと思ってたわけよ、私は。それがね、こんなに苦戦することになるとは思わなかった。だってマップ見てやばいよ、これ。ヒツガヤ東四郎が戦闘した後みたいになっちゃってるから。あ、伝わんかったか。あー。やべ、やべ、あー。あーあー、リスポーン地点がごちゃごちゃしすぎて、もうリスキル決められてんだけど。オッケー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 、もうなんかリスポーン地点がすでにアスレみたいになってる。あてっきり全ロスしたかと思ってたけど、まだアイテムあった。オッケーオッケー、ピッケルさえあれば、ピッケルさえあれば、待って、助かったー。いやー、ピッケルはやっぱりないか。ピッケルはやっぱりないけど、とりあえず、まあ、ダイヤブロックいっぱい手に入ったのと、あと、木材もあるんで、まあ、これでピッケル作ればいいよね。あ、村だ。朝になっちゃったけど、村見つかったから、村で、あ、ちょっと待って待って待って、やばい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 。まあ、水の中は安全ってことがさっき分かったから、よし。一旦水の中に隠れて、でもこれラグとかで潰されないか怖いな。食べ物が必要だから、こいつら殺そう。あ、え？あー、出待ちか。そっか、さっきお腹減った時はギリギリ大丈夫だったけど、水の中だと移動速度が低下するから、水の中でお腹減った場合、もう陸に上がることできないのか。なるほど。じゃあお腹減った状態で水に入ったら、もう確実に即死っていうことね。まずい！あー！もうこのダイヤブロックの量でね、私が何回死んだかわかると思う。まあ、もしかしたらカットして短くなってるかもしれないけど、正直この縛りめちゃくちゃ難しい。マジで難しい。お、ドロップ品全部散らかってるな。あ！いやー、心が折れそうだ。あー、もう無理だよ。もう水の中入っちゃったらもう陸に上がるのが無理なんだよ。誰だよ、こんな縛り考えたやつ。おし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 、村見えた。家ん中入っちゃえばもうそれで終わりだし、今ちょうど夜だから村人も全員家ん中入ってると思うから、村人が潰されることもないし、スケルトン万人やめてくれ。いや、ちょっと待って待って待って、スケルトンやめてくれ。あ、しかもここで空腹ゲージが、ここで空腹ゲージがやばいんだけど、とりあえず一旦ベッドのある家に入って、オッケー、あー、オッケー、眠れたー。いやー、リスポーン地点変更できたのが最高に嬉しい。もうあそこ、終わってたからな。完全にダイヤに囲まれてたからな。で、こいつは取引内容的には微妙なんだけど、とにかく、エンダーアイを取引してくれる村人を探さないと次のステップに進めないから、エンダーアイ取引してくれる村人いてくれ。だから村に醸造台があればいいんだけど、もしなかった場合は、ネザーまで行かないといけないっていう。これワンパートで終わんねえぞ、ネザーまで行くことになったら。で、ラスト一件は、聖塚ということで、次回、ネザー編でお会いしましょう。またねー。まさかのパート2。一発ネタだと思ってたのに。